感じの。長いでしょ。オッケー。え、いや、撮ってます。めちゃくちゃ長いし。いや、長い方が汎用性高いんで。1本で。あ、撮ります。1本で2箇所取れる、使える。おばちゃん、ダメ。どうした？あ、これ仮止め？これ。どうした？あ、あんまり打ち込まないように引っ掛ける。すごい圧縮入って安定してると思ってると、逆にこう外そうと思ったらガッチリハマりますって。登れるかと。登り方はクライミングと一緒の3.1。両手両足の。そうなのよ。抜けるからね。いつもカバンみたいなあとは限らないから。そう。そこも、もう下が当たってない。ああ、大丈夫。なんでモッチなの？お、動いた。だからもう2人乗れるとこを探さなきゃだめ。かかとが上がってますね。そう。下げるんですね。そういう感じが見た感じ綺麗よ。そうなんだけど。そうしたら2番目の爪も当たるから、はい、安定止めになって少しは安定するんだけど、まあ実際やってみても難しい。かけるところどこかけば。下に引くんだからね。はい。抜けるんだよ。それ隠し物でそうなったら怖いよ。やばい。かかと上がってるからパンパンになってきた。ほら、なってきてるか。下げないと。緊張するとやっぱそうなるのよ、みんな。だから今は手も気にしなきゃいけないし、足も気にしなきゃいけないから、もう頭フル回転状態さ。あ、ダメ、それ固めてんだから。ダメ、接着剤で固めてんだから。そっちは昔剥がれたんだから、それ接着剤止まってんのったらグーって言うと固まる。テンション、はい、今下がって。はい、岩に引っ掛けて足で足でしないんで、下ろすよ。はい。あ、でも全然違うか。足に乗らないと腕使うと思う。乗り込みの基本は同じだから。あいつも。お見事。